今日の動画は、今日はくまくんと2人でクリックするたびに強くなる世界で仲間と一緒に最強のボスを倒していきたいなと思います。ということでくまくん、はい、見てよこの場所。くまくんすごいね、ここ。これどうよ、めちゃめちゃさ、キレくない、うん、この場所。ニューヨークシティの中心部みたいそう、それぐらいなんかさ、大都会というか、めちゃくちゃ綺麗な場所、うん、ほら、こっちにもなんかとんでもない建物があったりするわけですよ、くまくん。ここね、くまくん、実はピノコニーって言われる場所やねんけど、うん、まあ、くまくん、崩壊スターレルっていうゲーム知ってますか？全く知らんくまくんはね、ほとんどのゲームを何も知らないからねそう、野生界でしか生きてきたことないから俺がね、ほんと1年間ぐらいずっとほぼ毎日ログインしてるね、ゲームがあるんですよ。うん、そのゲームがなんとロブロックスにも来たみたいで、ちょっと今回はね、くまくんと一緒にこの世界で最強を目指していこうよ、くまくん。そうだね。じゃあくまくん、こっち来て。これね、多分こっちに矢印が出てると思うけど、ここにね、うん、ボスがいるよね。ほら、ナイトメア劇団のスプリングディーラー。おうおうおう、これとかをクリックすると、ほら、おりゃ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 ってパンチができるわけ。パンチパンチ、こっち、おら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 、一緒に倒そう、これ。おら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 、うるるるら、右ストレート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 、左ストレート、左パンチ、左パンチ、オッケー。これね、なんか今お金手に入った、見えた？なんか落ちてきたお金。そう、左のね、ところに29、これ信用ポイントっていう、お金みたいなもんやね。このお金を倒すことでゲットできると。で、このお金を使って見るからに美しそうなこの宝箱、うんうん、この異物宝箱っていうところの、まあ、ガチャを引けるわけですよ、くまくん。なるほど。 0.01% の星が欲しくない？欲しい。そう、俺たちこれ頑張らないといけないんけど、とりあえずこれね、ガチャ回すの150お金いるみたいなんで、はいはい、ちょっと頑張ってこれ倒して150お金、うん、ゲットしようよ。オッケー。これ下にある魔法陣は何？これが多分攻撃の範囲なのよ。この魔法陣がいるところに、まあ、敵がいると攻撃がね、うん、どの場所からでも当たるって感じ。なるほど。しかもなんかどんどん強くなってない？俺たち、ほら、攻撃力がどんどん上がっていく。この左の稲妻のやつ、攻撃。そう、稲妻クリックするためにどんどん強くないから、クマ。なるほど、経験値ってやつね。そう、クマくんでこっち来てくれ。Okay. ここになんか無料でポーションがゲットできるみたいなんで、おうおうおう、ここでちょっとゲットしよう。ラッキーポーションゲットしよう。30分間運を2倍にできます。うん、なるほど。これでガチャが当たりやすくなるわけですよ。使っとこう。そういうこと。よし、じゃあ早速ちょっと150までちょっと俺たち倒しまくろう、くまくん。 OK、 向かって左、頑張ってクリックするんだ。うん、おら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 。よし、じゃあくまくん、はい、たまったか、お金たまったよ。じゃあ俺がね、まずちょっと異物宝箱引いてきていい？ガチャ OK。俺 0.01 出るようにくまくん祈っといて。祈ります。いくよ、ポン。頑張れ、頑張れ、頑張れ。星が怖い、星が、星2です。じゃあくまくん、ガチャ引いてみて。次任せて、お願いします。いけ、ワクワクワク、いいよ、ワクワク。何が来る？え、何？ガンマンの風狩りポンチョ服くれた。いや、くまくん服着てないから。あ、そうかそうか、そう、ちょうどよかったかもしれない。やった、ガンマン似合うんじゃない？しかももう来たよ。で、これで異物のところからもう来てる、うん、このさっきのゲットしたやつを、まあ、装備してると攻撃力がね、2.62 倍になるわけですよ。やったー。これでさらにくまくん、大量に敵を倒していくぞ。みなぎってきたぜ、みなぎる力で。くまくん、おら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 、一緒に倒そうよ。いいねー、同じ敵と一緒ほら、ほら、次のやついこう。これほら、ナイトの焼きだ。ミスターエルボ、おら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 、エルボ、エルボ、おら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 、左は基準、左は基準し、左は基準し、今平泳ぎって言ってる。いくぞ、俺たちのパワーで。俺は倒せ、おら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 。よしよしよし、確かにちょっと強いね。でね、くまくん、はい、この右左のキャラクターっていうところから、うん、このゲーム崩壊スターレールのキャラクターに多分これ変身できるのかな。ほら、パモにも変身できるよね。ナノカちゃんとか、いや、いっぱいいる。花火いるんだ、ブラックさん。俺ちょっとパモに変身していい？加入、加入とかできるの？ちょっと待って、これでどうなった？あ、俺の周りにパムが、パムも一緒に攻撃してくれる。これくまくん、これね、キャラクターのところから加入ってとこ押すと仲間にできるわ、うん。加入と変身があるけど、あ、変身してみようじゃあ。パム、変身してみようか。あ、くまくんがパムになってる。やった、パムでーすパムでーすパムじゃないでしょ、君は嘘つきこの8ビートのパンチ、8ビートを刻むぜ似合ってるパム、可愛いよね。音楽を刻むぜ。このゲームね、スターレルっていうちょっと SF チックな
宇宙をテーマにして、なんかね、列車、星球列車っていう、まあ、なんかね、とんでもない巨大な宇宙を旅する列車に乗って、うん、いろんなね、場所に行くっていうゲームなんやけど、うん、その中の車掌さんなんよね、パムは。あ、なるほどね。そう、だからめっちゃ可愛くない？そうそうそう、車掌さんめっちゃ可愛いっしょ。ちょっと俺たち似てない？ちょっと動物っぽくて。めっちゃ似てる。くまくん。はい。それよりも俺たち、もうお金貯まってるからちょっとガチャ引こうよ、ガチャ。オッケー。あ、黄金遺物ってなんだこれ。あ、これ、なるほどね。5体同じ遺物集めるとこれランクアップできるんだ、うん、まあ、まずは俺たちガチャ引こう、ね、オッケー。とりあえずじゃあオートで引いちゃいますか。どん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 俺も引いていくよ。クマくんもガンガン引いちゃっていいよ。オッケー。あー、オート頑張ん。頼む。こいこいこい。星により、星によりつつ。あー、頑張ん。もう一回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 頼む。こい、もう一回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 。手袋、手袋来たよ。手袋来たよ、俺も。あら、俺らも。こい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 。お、帽子帽子、かっこいい帽子。星3以上なかなか。待って、聞いた。あー、2か。うわ、星4来た。いいな、星4ってことは 1% じゃん、くまくん。えー、うわ、いいな。やったやったそれどれぐらい強いん？ちょっと見てみるわ。異物 ×5.18 倍。うわ、レアリティ4。強いよ、くまくん。じゃあこっち来て、くまくん。ここで、多分ね、今重なったやつ、同じ異物をね、これ5体やることで成功率 100% になって、これね、多分ゴールデン化できるよね。なるほど。のでそれでどんどん強くしていこう。これ 100% にしてと。 OK、 これで俺もまあ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 3倍 2.5。 これでめっちゃ攻撃力強くなったよ、多分俺たち。俺これナイトミア劇団ソーダドッグ。おら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 、めっちゃ強い、めっちゃ強い。700ダメとか出てるよ。やるじゃないか。おら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 、強いや結構これソーダドッグ。強い、なかなか強い。なんかね、必殺技みたいの持ってるわ、クマくん。これパムの上にあるこのゲージみたいのあるじゃん、水、あ、オレンジ色の。うん、あれがマックスになるとパムがね、なんか必殺技っぽいの使ってくれるんよ。なるほど。これね、めっちゃダメージ入る。てかめっちゃ倒してな俺たち、めっちゃ強くなってない？ソーダドッグが。クマくんのヒグマパンチ 1K 食らってるから。これ、パム来るよ、パムの必殺技来るよ。これそろそろ来た。おおおお、なんか、おお、バットで殴るやつだ。なるほど。これね、強い。これ主人公の技なんやね、スターレイルの時の。てか強い、おるら、めっちゃ強いじゃん。おりゃ、こっちは4人いるから。これは強いよ。そうやね。しかもこれ多分ね、もっといろんな仲間をゲットできるはずなんよ。なるほどね。ちょっとお金貯めて、ちょっと別のステージも行きたいね、うん、てかボスいけるんじゃない、もう俺たち。あ、待って待って、くまくん、ここにね、制御スロットマシンっていう今日の運を試しましょうってやつがあるわ。運、うん、ちょっとチェックしようよ。オッケー。これでちょっと、あー、3000いるんだ、お金が。 あるわ俺。ちょっとスロット引いてくるね、あるある。俺、うん、ジャックポットで1000欲しい、欲しい俺。頼む、なんか来い、いいの来い、なんか来い。777来て。777。あーあー、ダメだ俺。ああ3等だった。クマくんは OK、 任せてくれ。ラッキーセブン来た。え、いや、ああもうさすがにね、パムのね、必殺がやっぱかっこいいね。おお、すごい、斬撃。まさかの斬撃、すごい。バットをね、振ります。これね、主人公の技やねんけどね、パムが今回持ってるんだ、それ。くまくん、はい、俺たちも結構強くなったと思うから、うん、なんかボスいるんよね、あの奥に。ほら、ね、恐竜のコックさん恐竜みたいな。そう、これちょっと倒しに行こう。オーケー。うりゃうりゃうりゃ。あ、待って、これ話す、話せるぞ。何、私を倒さない限り次の世界に行く資格はない。挑戦してみる。挑戦するよ、くまくん、はい、行こう。これ一人ずつなんかな。あ、一人ずつだこれ、くまくん。あ、なるほど。じゃあお互いちょっと倒しに行こう。やばい、これ1分以内、違う、2分か、2分以内にこれ倒さないといけないんだ。なるほど。勝てるかな。頑張れパム、いけるさ。頑張れ頑張れ頑張れ。オラ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 ヒグマパンチ、ライオンパンチ、オラオラオラライオンパンチ。お、すごい。でパムが強いからさ、勝てるこれ全然俺多分。確かに。尻尾、オラオラオラ、尻尾思い切り攻撃。オラ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 。よし、終わったぜ。え、早い、クマくん。やるね。うそーりゃー、オッケー、倒した。来た来た。クリア報酬 12K もらった、お金。じゃあこれ多分次のね、ヤリロ6行くためにちょっと 50K いるんで、ちょっとお金はね、頑張って貯めていこう。オッケー。よーし、もう一回倒して、オッケー。クマくん戻ってきた。戻ってきたぜ。オッケー。俺も 50K 貯まったよ。クマくんはどこ行った？もう 50K 貯まったよ。オッケーオッケー。じゃあ次のステージ行こうよ、早速。ヤリロ6。ライオンくん、はい、常にシャドーボクシングはしておいた方がいいよ。確かに。おらおらおら、クマくんさすがよく分かってるね。そう、常にクリックはしておいた方がいいんですよ、こういう系は。常に経験値を貯める。オッケー。でここ解放したよ、クマくん。オッケー。解放っていうとこを押すと多分次のステージ行けると。おお、来てる来てる。おお、
なんか強くない？強そう。てかやっぱステージがね、めっちゃ可愛い、可愛くない？なんか可愛い、なんかすごいきらびやか、街並みが、そう、街中がめっちゃいい感じなんよね、うん、強い、結構強くね、敵こんな寄ってたかってやってもなかなか倒れないって相当の強手やね、これ強手？一旦これこのサバーカってやつ倒そう。オッケーオッケー、おり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 、多分お金もね結構手に入ると思うよ。おるくまくんの大好きなお金がいいやったね、はちみつに変えてやるんだ。うわ9000、9000もらったよくまくん。お金持ち、なんかこっちにもあるな、昇格っていうのがあるの、ダメージ、お、キャラクターを昇格しよう。おあ、くまくんこっちでねパム強くできる。なるほど、これこれ俺ちょっとパム強くしようと。オッケーパムを昇格してと。昇格した、いいねいいね。でちょっとここら辺で倒しながら次異物新しいのゲットできると思うから、ここのステージで、うん、ここでもさらに異物引いていこう。どんどん強くなるってわけね。そういうことよ。俺そろそろいけるよ、もうガチャ、うん、引いちゃってきていい、僕もいけるさ。おいける、じゃあ俺先引くね、うんうん、いやここでね星4とかも俺も引いてくれたら一気に強くなってどんどん倒せるよ、お願いお願いお願い、くっく星2か、聖騎士の指輪ゲットしました。じゃあくまくん頑張ってくれ、任せて、頼むよ。星4とか引いてくれたらまたいけー、頑張れ、来い、みあ、でも6倍だ、強いよ普通に指輪でも。強い、強い、うん、強い強い、全然強い。これでさらに攻撃力も上がったし、うん、いいんじゃないですか。そろそろでもクマくんもうちょっと次のさ、うん、強い敵倒しにいかん。そうだね、お金も多分そっちの方がいっぱいくれるやん、うん、そう、マニピュレーターユニット、なんだこれ、これあれだ、敵のあのロボットのキャラクターがいるんやけど、うん、それが使ってくるね、これが俺のねキャラクターとかをね閉じ込めたりするんよ。え、閉じ込められんのこれ。そういうこと、攻撃してくるときね、許せない、そう、そんなことするやつ許せない、怒ってもっと、許せん、怒ってもっと、ほらほら、力が抑えきれねえ、ほら、うる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 、重たいだろ僕のパンチ、うるうるうる、え、25K もらえたぞこれ、うる、美味しすぎる。こっち行く、じゃあくまくん、もう一体上のやつ、無人なる裸の、裸だ、冬のなんかわかんないけど読めない、そう、このゲームで結構難しい感じ多いよね。ほんまやな、読めないなこれ、うん、いやでもクブクこれ強いです、ここ強い、ちょっと早かったかも俺。えでもその分頑張って倒すとお金がねめちゃくちゃ手に入ると思うよ。そういうこと、そういうことです。これで多分もう一回ぐらいガチャ引けるはず。もうちょっともうちょっとクブクいける、あとスーパーチ、おりゃっとおりゃ、頼む、いっぱい来た、107、めっちゃゲットした、やった、ドル箱じゃないか、これは美味しいぞクマくん、やってね。じゃあ俺ガチャ引いちゃおう、来い、も引いちゃおう、頼む、めっちゃいいの来て、頼む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 、もう一回、あー星2か、しかも弱い方のやつだ、いけ、頼む頼む頼む、来た来た、許しのヘルムです。あー星1か、頼むよ頼む、星3以上、んーポン、あー許しのヘルムめっちゃ出るじゃん。ちなみにこっちでね、さっき合成したやつあるっしょ、クマくん、うんうん、ここで一突したこう異物、うん、星が一つついた異物同士の合成でさらに、ね、強くできるよね。おお、なるほど、これちょっと 50% だから俺失敗するかもしれないけど、一回これ回してみよう、頼む、強くなるのかなこれ、んちょっと、お、来た、成功成功成功したけど、どれぐらい強くなるんやろ。あー 5K だからそんな強くないわ、今持ってるやつのが強いわ回っておこう、チュンチュンチュン、あ、落ちた、すごい、やー、攻撃力はかける18、すべてを倒せるぜ、うん、じゃあそろそろあれ行く、もう次のボス戦行きますか、前蹴り前蹴り前蹴り、かっこいいよクマくん、ちょっと俺も引いてくよ、来ないかな俺も、足ってことは 10% 足、俺引けそうな気がするんやけどな、足ぐらいなら、頼む、そろそろ足、うわ鎧だクマくん俺には力を、あ、来た最強の足蹴りを手に入れたぞクマくん、俺も最強のタッグじゃないかこれは、これはやばい、くい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 、足来た、クマくんすごすぎる、三つ足ってことじゃあ、三つ足のクマです。じゃあクマくん、はい、行こうよ、そろそろかかりやせん、結構お金も手に入ると思うよ、うん、じゃあまたで後で会おう、オッケー、私を倒さなきゃ次の世界行く資格はない、俺が倒してやろうかかりや、うりゃ、とりゃ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 、いやちょっと待って、強い、ちょっと待って俺無理かも、来いかかりや、やばい、めちゃくちゃ強いこれ、大丈夫、背後は取ったぜ、おる、ダメだこれ、前蹴り前蹴り
六足の前蹴り、六足の前蹴り、おら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 、俺も噛み砕いてやる。あんま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 くまくん、これ撤退だ。え、全然聞こえへん、全然聞こえない、なんだこいつ、ダメだ、もうダメだ。この前蹴りをもってしてもくまくん、俺はもうすでにね、あの練習パートに来てます。撤退しました。諦めが早い、潔いね。そう、潔いから、俺はもうささっとやめてすぐに練習する。そして強くなって帰ってくるんだ俺は。5連ガチャいきます。5連ガチャ、いけ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 、うわーうわー、来た来た、なに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 、いや、まだ引いてる。え、レベル4来た。すごすぎる。あと1発、あと1発、いけ、いけ、あと1回、あと1回。すごいよ、クマくん。もっといいの引いて、5、星5が強いが一番。クマくん、意識飛びそう。これがガチャですよ、クマくん。初めてのガチャ、もしかしてクマくん。初めてのガチャ。これはね、意識飛びそうになる人、いいの出たら。大気庵のレーザー球場。うわ、いいなぁ。かける 30.6。うわ、うらやましい。2パーよ、多分。今俺2倍になってるから分かるけど。力がみなぎる。クマくんがすごいよ。抑えきれないこのパワー。今のクマくんならかかりゃいける。いや、まだか、さすがに。50パー。来い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 、来るか。許せ。失敗した。失敗した。失敗した。返してえ、なんで3足ぐらい持ってなかった？4足あって、え、じゃあ100にできたのに。あ、ちょっともったいない病が出ちゃった。もったいない病が出た。くまくん 100% じゃないとね。そうね、俺もね、失うが一番怖いから 100% で絶対回すようにしてるよね、怖いから。あ、ゆるさん、くまくん、はい、すごいとこ見つけちゃった俺。なになに、くまくん、もう倒すことに夢中になってる。こっちこっち、くまくん、これテレポートっていう、ここ、うんうん、ここ入ってみて。そしたらね、そう、俺たち仲間増やしたいなって言ってたじゃん。お、ほら、ここにみんないる。ほんまや、ほら、3月7日ちゃんとか、あ、これジンもいるじゃん、うん、ジン。うわ、これ欲しいな。あ、花火ちゃんもいるし、あ、ブラックスワンもいる。うわー、てか、ちょっとお金がね、すごいいるな。でもこれ全然足りないね、これ。全然足りない、俺たち。これ課金できたらいいんやけどね、多分このサーバーやと課金できないよね。なるほど。いやー、1000は貯めて、なのかちゃんちょっと使いたかったけど、戻ろう。戻ろう。はい、足きたー、足きたー、足きたー、またー。すごいよ、くまくん。くまくん、宝箱開ける時の目めっちゃ血走ってるから。くまくん、ちょうだい、俺にも。いいやいやちゃんちゃんちゃん、うわー、え、来た、え、まさか、またタイヤ金、倍率 1% の出た。くまくん、やばいよ今日。くまくん、今日はね、ハチミツパーティーだ。ハチミツが全身に塗りたくられてる。カブトムシ来ちゃうって、クマくん。俺ね、信用ポイント、うん、お金がね、3ミリオンゲットしたんで、おうおう、ここのね、スロットマシーン、ちょっと一回引いてみるわ、うん、こっちね、3万なんよね、3ミリオンか、うん、これで俺、ジャックポット引いたら2000よ、ダイヤ。頼むよ、おいしい。まずは、まずは、7? 2個目は2個目は2個目 7? え、3個目は3個目も7? あー、違う。いや、でも2等の600ゲットした。600?やばい、これでくまくん、うん、石井、俺1400になった。俺ちょっと新しいキャラクター解放してくるわ。オッケー、1400だから、どれ解放で、花火ちゃん解放したいけどね、俺4000のちょっと高いから。あ、じゃあ、なのかちゃんにしよう。なのかちゃん、共に戦いましょう。解放、来た。ノーマンファミリーに新たな力が加わりました。なのかちゃん、ほら撃っちゃって、攻撃強っ。なのかちゃん撃つんだ、強っ。氷の銃みたいなもん、銃じゃないよね、弓矢持ってるからね、この子は。なのかちゃん能力来たよ。おお、撃ってる。おーおーおー、氷の攻撃みたいなするんだ。これ必殺技のモーションと同じだ、本家の。これはかなり強くなったぞ。すごいね。あ、ダメージポーションっていうのも見つけてる今。え、30分間ダメージを2倍するやって。え、クマくん、それいけるぞ。かかりゃ行ってきたら今。もうちょっと強くしていくからいくわ、じゃあ。あ、なるほどね、ギリギリになって。そう、確かに確かに、ダメージポーションめっちゃいいじゃん。うん、ライオンくん、はい、万全の体勢が整ったから、うん、カカリアさん倒してきます。いや、今だってクマくん、あれ2倍ポーションついてるでしょ、攻撃力。そう、いや、いけると思う、クマくん頑張って行ってくる。それね、ちょっとあの行く前にナノカちゃんとかのスキルの、うん、あのバーを調整しといた方がいいよ。
なるべくそう係や始まってすぐに、なるほど、ね、あのスキル発動できるように。いってらっしゃいくまくん、頑張れ。多分いけると思う俺は。頑張れ。僕は強くなったよ。いけ。オルオルオルオラ。え、待って待ってくまくん、星5出た。ええ、くまくんごめん、くまくんごめん、星5出ちゃった。こっち適当にガチャ引いてたら。オッケー。やばい、くまくん。とりあえずこっちはこっちでやってくぜ、うん、そっち頑張って。やばい、ごめん、くまくん。すごい、くまくんのターンの時にいいのめっちゃ出ちゃった。大丈夫、こっちもいい調子。4分の1終わりました。え、早い。いや残り1分でちょうど半分ぐらい。おお、すごいよ。三日月なのか、氷結の森。おれ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 。いいよいいよいいよ。ほら、いや、あと400。やばい、40秒。頑張れ頑張れ頑張れ。いや、でもいけるか、これ。なのかちゃん、たまったよ。いける、いけ。氷結の森、氷結の森。よし。やばい、あと20秒。100、あと100。パムの、うわー、いった、倒した。うわ、すごい。やった。すごすぎる、くまくん。やったね。結構お金もらえたんじゃない。 12.5 ミリオン。やば、12ってやばいじゃん。いや、くまくん、はい、おめでとう。やったね。ナイスナイス、ようやく俺たちクリアしたね。じゃあ、うん、結構強かったよ。ギリギリ残り5秒ぐらいやった。今日はこの崩壊スターレールのね、ロブロックスのゲーム遊んできたんやけど、はい、本編の崩壊スターレールのゲームもあるわけですよ。はいはいはい。左にあるアチーブメントっていうのあるじゃん。アチーブメント、そう、ここを結構クリアしてたら、ほら、宝石を2000回開けるとか、敵を1000体倒すとか、そういうのをクリアしていくとダメージが上がったりね、どんどんするわけやねんけど、これをね、どんどんクリアしていくと、うん、なんと実物グッズがね、手に入るらしいよ、くまくん。実物グッズ？グッズよ、グッズ。実物の？そう、だからこのゲームのグッズが手に入るわけですよ、うん、くまくん。ちょっと頑張ろうよ、俺たち今後も。頑張っていこう、レベルアップしていこうぜ。そういうことや。じゃあ最後にね、くまくん、このゲーム一番最近ね、アップデートが来て、バージョン2が来たんよね。おうおうおう。バージョン 2.0 の公開されるのちょっと PV をね、一緒に見ながら、うん、くまくんにもね、ぜひ遊んでほしいから、ちょっとね、うん、一回見たら、ちょくまくんもね、絶対、うん、めっちゃ気になる、やってみたいってなる PV があるから、お、ま、ちょっとそれ見せよう。ワクワク。じゃあくまくん、はい、早速じゃあ崩壊スターレール、うん、バージョン2のちょっとね PV 見ていこう、一緒に。オッケー。くまくん、俺はねもう一回見てないけど、うん、見て、こう、かっこよくない？これかっこいい、PV、音楽がすでにもうかっこいいんですよ。うすごいな。おほらほらほら、このダンスよ、ダンス。イケメンやな、しかもめっちゃ。そうなんですよ、かっこいいよね、やっぱキャラクターが全部。いけいけ、お、あ、これさっきのキャラクター？あ、ちょっと違う、これはね、違う子なんよね。そうなんや。そうそう、新キャラ、これ花火ちゃん。あ、これね、欲しいんやけどまだ出てないよね。あ、まださっきのチャンこれブラックスワン、これ強いんよ、くまくん。これホタルちゃんね。ホタルちゃん、そう。で、音楽良くない？ほら、音楽いい、おしゃれ。おお、かっこいいから。くまくん、くまくん、くまくん、めっちゃどうよこれ。すごいリズムに乗ってしまう。音楽がいいんですよ。いいね、うん、かっこいい、かっこいい。これロボットかっこいいよね。これ全員仲間？いや、もう仲間かどうか分かんないけど、まあ、キャラクターやね、仲間だったり敵だったりって感じなのか。ちょ、誰が仲間や誰か敵かはまだね今後あるかもしれないから。なるほどね。くまくん、はい、今気づきましたか？何が？くまくん今気づいてないでしょ。ちょっと最後まで見てください、これ。オッケーオッケー。で、これで、うん、真夜中に夢を見るならバージョン 2.0 です。くまくん、ちょっとね一回戻って、さっきのシーン、これ右側に散歩っていう男の人がいるんやけど、それ戦ってるのを見て、うん、ゴミ箱やからこれ。え、これゴミ箱に腕生えてるからだけやから、これ見て。そのために戻ってきたん、このところで。そう、くまくんにやっぱこのゴミ箱と戦ってほしい。ゴミ箱めちゃくちゃ強いから、実は。あ、強いん？そう、強かった。あ、そうなんや。そう、特殊な倒し方しないとこれ倒せなくて、しかも攻撃力めっちゃ強いから、足蹴りしてくるから、くまくん。そうなんや。ということで、くまくん、はい、今回ね、バージョン2では2体のね、ちょっと主要なキャラクター、うん、みたいなのがいて、まあ、1人この花火ちゃんっていう子がいるんやけど、うん、この子ですね、くまくん、はい、花火ちゃん設定がですね、お茶目でみんなから愛される少女。めっちゃいいやん。
そう、清純な見た目と言動が程よくマッチするところが魅力と、うん、PV でもさ、さっきさ、なんか金魚がいたキャラクターいるでしょ、金魚が周りにいた、うん、おったおった、あの子が花火ちゃんやねんけど、うん、でもう一体気になるでしょ、お姉さんがいたの気づきましたか、お姉さんいっぱいおった確かにいっぱいいたいけど、うん、ちょっとね、ちょっと不思議な感じの怪しい見た目のしたお姉さんがいたんですよ、うんうんうん、おったおった、それがね、ブラックスワンっていうキャラクターで、うん、これがね、俺持ってます、これ本編のゲーム、そう、俺結構このゲームやり込んでるんで、うん、もうこれガチャで引いたんやけど、うん、一凸までしてますよ、くまくん、一凸って知ってる、知らんそう、知らないよね、多分くまくん、まあ、凸って言ってね、同じキャラクター2体かぶると、うん、どんどん強くなっていくんよ、うん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 、そう、だから同じキャラクター2体持ってるって感じだね、なるほど、一凸すると結構強くなるよ、このブラックスワンは、へえ、一番強いんキャラで、いや、まあ一番ではないんやけど、まあ、いろんな強いキャラクターいるんやけど、組み合わせ次第っていう感じなんだけど、なるほど、結構あのアルカナカードみたいな知ってる、なんかカードタロット占いみたいなする系のキャラクターなんよね、なんかちょっとタロットカードとかを使って攻撃したりするんやけど、なるほど、ね、お茶目な一面もあるキャラクターなんですよ、ちょっと不思議ちゃん気質があるかな、まあまあ、まあ、でも綺麗なお姉さんみたいな感じもありんの、ちょっと可愛い一面もありんのっていう感じですね、くまくん的にはじゃあさっき話聞いた花火ちゃんとブラックスワンさん、うん、どっちが好きですか、どっちも好き欲張りだなくまくん、全部欲しい、じゃあハチミツと花火ちゃんとブラックスワンやったら、うん、全部欲しいそれも全部欲しいんだ、それも全部欲しい、いやくまくんどうでしたか、はい、PV PV すっごいなんかほんまにアニメを見てるかのようなクオリティの高さやった、そう完成度めっちゃ高いっしょ、うん、音楽もかっこよかった、くまくんにもねぜひちょっとやってほしい、やりたい、なんかだって今日始めた時からちょっとやってめっちゃ強くなったもん、そういうことっしょ、そう、うん、これも本編みたいな感じでどんどん強くなっていけるわけです、なるほどね、そんなくまくんにとっておきの情報があります、おう、なんとですね今、うん、ゲームを始めてログインすると無料で20連ガチャが引けます、うん、20回、そう、さらにくまくん星5キャラクターのレイシオってやつがタダでもらえます、一気に強くなるチャンスですよくまくん、今が一気に僕を超えていくってわけ僕はいやいやそういうことじゃないよ君が入ると俺を超えられるかもしれないということですよくまくん、なるほど、しかもなんとですねくまくん、うん、このゲームベストモバイル賞ゲーム受賞しております、素晴らしいゲームであるということですよ、すごい、Google プレイのベストオブ2023年と2023年度のアップルストアアワード受賞した大ヒット超超絶神ゲーです、もうやるしかないやんそういうことなんですよくまくん、ぜひにやってほしい、もうやり始めたらちょっと俺にもねちょっとくまくんちょっとガチャ動画とか見してよ、うん、もうなんか永遠に時間が溶けていくね、そういうことなんですよ、ストーリーが面白いからね本当にくまくんストーリー見てほしいね、うん、まあ、ということでねくまくん、はい、まあ、ぜひやってみてください、スマホでちなみに無料ですからくまくん、もうやるしかない、そう、このロブロックスと同じ、このゲームもね、うん、一応無料で遊べるロブロックス入ってると、うん、それと同じぐらいの無料で遊べるゲームなんで、うん、ぜひやってみてくださいくまくん、オッケー、今日も帰ったらすぐやるわ、うん、頼むよ、うん、みんなもね見てくれてるみんなもねこのゲーム楽しんでくれたら、このゲームもねまずやってみたらグッズもねこれアチーブメントでゲットできるし、うん、やってみてちょっと興味持ったらねスマホ版のねスターレールやってみてください、ということでくまくん、はい、俺たちも宇宙を探索する旅に出かけよう、今から行きましょう、みんなもねこの動画楽しんでくれたら高評価とチャンネル登録もよろしく、ってことでまた明日バイバーイ。